はい、こんにちは、ビッグボーイです。じゃあ今回もモンハンワールド調査拠点からやっていきます。調査拠点じゃねえ、ここは研究基地。正気の谷をとりあえず探索してきて、でも痕跡なさそうだからマグダラオス、もっと下に行ってみようぜっていう勢い。正気なんて知らない、対策はお前たちでしろっていう3機団の機団長。出発。いい眺めですね。あ、玉竜。気持ちよさそう。正気の谷の底ってどんなところなんですか？わからない。見つけた事実は積み重なるけど、天井の真実にはまだ届かない。マグダラオスはどうしてそんな場所を目指しているんだろう。この世には知りたいことが多いわね。私も知りたいこと、食べたいものだらけです。降りましょう。はい。だけど、やっぱり。降りるのは無理ね。戻ってきちゃった。レイゲーナっていうモンスターの狩り場だったから降りれない。降りられなかったわね。じゃねえよ。そう、こんな見た目だけどハンターですよ。通しちゃう？処す？相棒。ああ、そっか。あいつに落とされたのか。慎重に行きましょう。行ってみよう。出発。人は呼んでみるけど、あんまり期待はしない。到着。あれはレイギエナ。あの時私たちとぶつかった飛竜です。これでは気球がまた落とされてしまいます。なんとかしないと。はい、あのムービー見ててめっちゃ思ったけど、あの船気球で浮いてんのはいいんだけど、すんげー傾いてね。大丈夫なのか。飯食べよう。野菜定食。野菜要素はどこへ。こんなに声高いんかお前。
よし。地球閃光と毒投げナイフか。毒つけとこう。で、キュナー信号を発信。ちゃんと言ったかあれ。どんな足腰してんだこれ。まずは痕跡を。痕跡ないか。これ全部植物。こっち行くか。あ、戦闘家になるの早いな。ほっとこう。で、今別のモンスターが今チツヤックだっけ、ちょっと見えたんだけど、気のせいだった。あ、っていうかそうだ、あの滑空できるやつ装備してくんのまた忘れちゃった。回復装備だけになってる。チツヤック無視。てか何この地面。何これ、サンゴなんだよね。チツヤックの痕跡ばっかりある。現在地はこっちの方かな。北東キャンプ。ああ、あれはパオルムだし、抑留が多いところに出そうな気はするんだけど。見つかる、やばい、こっち行こう。おった。おったぞ。あれは私たちが出会った飛竜種。おそらくここの生態系の頂点でしょう。頂点か。うるさーい。まず毒らせちゃおうか。毒ったかな。もう一発サービス。ああ、もったいね。毒ってるね。いて、こいつ毒は持ってないっぽいか。隊長、おお、何それ、氷かこいつ。火属性で来てよかったかも。おお、わあ、冷たい。しかも結構ダメージでかい。いや、ちょっと体調がおとりになってる。痕跡取っとこう。そして人が来てくれる、ありがてえ。すばしっこいな。でよ、そんな時は せいやー、乗れなかった。もう一回乗ろう。おわ、乗らせろ。竜は乗っかるのが一番だ。ダメか、飛んでるときはダメか。違う。回復して
そうだ、せっかく支給されてるこれがあるんだ。飛び立ったら使うか。でこれ参加してる方々はどう見ても外人だな。危ない、これ強攻撃だわ。隊長、危ない。ほっ、ミスった。よし、あれもったいね。逃げてった。閃光弾2発も無駄にしちゃった。あっちね。ほっ、うまくいかなかった全弾ダメだった。頼むから他のモンスターとは遭遇しないでほしい。仲間が来た。乗ったのか、早すぎる。もう支給されてるものはないや。頑張れ。切れ味落ちたな。ちょっと今のうちに。で多分こいつが落ちるから、落ちた。尻尾すげえ細いけど切れんのかなこれ。さあもう一人仲間が来る。蜂蜜いただき。この辺蜜虫多いな。いやー、すばしっこい、すげえすばしっこい。こいつ いやおお、あーもう一体来たモンスター。仲間一人抜けたか。発射。実薬がめっちゃちっちゃく見える。あー落ちた。さあ実薬は帰ってくれて。ふざけんな実薬帰ってくれ。まだ元気いっぱい。尻尾切れねえかな。まだ疲れちゃいないよな。ん？疲れてんのかな。陣切り飛んでった。あっちか。
仲間はもう一人合流してくるかな。あ、こっちに来た。あっち行ったぞ、モンスター。降りてこない。まさか食事タイムかな。危ない。翼竜に捕まるってあったぞ今。おお、これ乗って、そっか、うまいことやったらこれで上に乗れるのか。翼竜、翼竜いないか。違う、翼竜切ってしまった。痛い。あ、でもこれですぐ回復できる。落ちた。尻尾切り落としちゃおう。切れんのかな。なんだ今一瞬寝たぞ。もうちょい。尻尾を疲れてる。お、乗った。乗ったままどこ行く。あ、違う、どこ行くの。こっち。翼竜はなんか自分の指示した方向には飛んでくんないのかな。と、とこ。お、めっちゃお疲れ。待て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 。おお、逃がさんぞ。あ、もう一人仲間来たけど、これ終わっちゃいそうだ。うわ、めっちゃ元気。痛い。癒しです。行くか。んっと、こっちか。おっと、こんにちは。ほんと攻撃しなきゃ。大型もただのモンスターだな。どこ行った。ここ、巣穴かな。まあ今これ遊んでる時間帯が時間帯なんだけど、結構外人もやってるんだな。夜中とかだったら、その救難信号呼んだ時の外人率が結構高いからね。どこ？いやいや、すげえとこだこれ。こんな上まで行くのか、レイゲーナ。まだ上あんのか。
これもう寝て体力だいぶ回復しちゃうな。到着。ああ採掘するの？じゃあ俺もする。4人来た。仲良く採掘。よしやるぞ、よしやるぞ。やっていいんか、やるぞ。グッドマーク出してる。おお、モーガンか。おお、終わった。秒で終わった。なんてこった。あ、これ滑空できるのか。おお、これどこ。全身骨折するぞ。なんかかっこ悪いところ映ってる気がするんだけど。オッケー。どうも。すごい。すごい。じゃあ、ついに谷の最下層に行く時が。準備してから騎団長さんと話しましょうか。そういえば前回の最後で要請した猫軍団たちはどうなった？どこで頼んだ？こっちで頼んだっけ？ほうほうほう。キノコゲットしてる。リオレウスまで、リオレウスじゃない、リオレイヤーまで。あ、売却はしない。頑張ってくれるかな。よし、じゃあ次回、ようやく最下層へ GO できる。この船を下に下ろして行ってみると。じゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。